ト、ちょっといいか。よう、メディナ、どうした？お前と手合わせをしたくてな。もし予定がなければ今からどうだ？ああ、大丈夫だよ。でもどうして急に？しばらく会わないうちにキリトの剣がどれだけ強くなったのかを確かめたくてな。そういうことか。俺ももう一度手合わせ願いたいと思ってたよ。そう来なくてはな。じゃあ移動するか。まだ行くぞ。来い、全部受け切ってやる。これでどうだ。いつもよりメディナの動きのキレが悪いよな。まだ、メディナ、大丈夫か？顔が真っ赤だぞ。まさか、ひどい熱だ。すぐに運ばないと。あ、よかった。目が覚めたか？ん？確か私はお前と手合わせをしていたはずでは。覚えてないのか？手合わせの最中に突然倒れて、すごい熱だったからここまで運んできたんだ。クス市の人に見てもらったが、睡眠不足や疲労が原因らしい。一時的な症状だから寝れば治るってさ。そうだったのか。気分はどうだ？ああ、今は問題ない。だが手合わせは私の負けということだな。勝ち負け以前の問題だろう。とにかく今日一日は寝てないとダメだからな。一日も？冗談ではない。やらねばならないことがあるのだ。それに私の体のことは私が一番理解している。理解してないから倒れるまで働いてたんだろう。手合わせだったからまだ良かったものの、これが魔獣と対峙してる時だったら本当にまずかったぞ。何も言い返せない。ムカつく。とにかくメディナは頑張りすぎだ。みんな心配してるから、休む時はきちんと休んだ方がいい。みんなが私を心配している？そんなはずはない。嘘じゃないさ。まあ今にわかることだけどな。なんだと？メリナ、大丈夫かい？ユージを？なぜここに？倒れたって聞いて心配で来たんだよ。そうなのか。それで体調はどう？疲労が重なって熱が出たようだが、今は問題ない。そっか、ひとまず大丈夫そうで安心したよ。どうして私を心配する？お前には関係がないだろう。関係あるよ。修験学院時代からの付き合いだし、心配するのは当たり前じゃないか。あ、当たり前なのか。でもキリトがそばにいてよかった。ここまで運んだんだろう。なあ、手合わせの途中で急に倒れてさ。え？熱があるのに手合わせをするなんて無茶しすぎだよ。なぜユージオが悲しそうなんだ？メディナに自分の体を大事にしてほしいからだよ。迷惑をかけたことは申し訳ないが、自分の体だ。他の者からとやかく言われる筋合いはない。だからって倒れるまで無茶するのは良くないよ。私にはやるべきことがある。そのためにはもっと強くならないといけないのだ。どうした？人の顔をまじまじと見て。いや、なんだかちょっとキリトみたいだなと思ってさ。守りたいもののために
自分を犠牲にしかねないところとか。私がキリトみたいだと？それは侵害だ。ありえない。そんなに嫌なのかよ。当たり前だ。何が悲しくてお前などと。メディナもいつもの調子が出てきたみたいだね。なあ、そういえばユージはこの後ベルクーリさんに呼ばれてなかったっけ？あ、そうだった。そろそろ行かないと。メディナ、お大事にね。あ、ああ。ほら、言った通りだったろ。みんな心配してるってさ。ユージオとは同じ学園にいた縁がある。だから彼が来たからといって他のみんなが心配していることにはならないだろう。強情だな。そう言っていられるのも今だけだと思うけど。またしても意味深なことを。メディナ殿が倒れてしまったと聞いてきたのですが。ああ、アリスか。入って大丈夫だぞ。では失礼します。ほらな、アリスも来てくれたぞ。あれ、寝てるのか。ごめんなさい、眠っていたのですね。おかしいな、起きていたはずなんだけど。きっと疲れていたのですよ。そっとしておいてあげましょう。この安らかな寝顔を見ていたら心配はいらないと分かりましたし。あ、それもそうだな。だけどアリスが来るとはちょっと意外だったな。意外とは何ですか。メディナ殿は魔獣対策本部の仲間です。仲間が倒れたとなれば心配するのは当然のことでしょう。ああ、そうだな。眠っている横で長話をするものではありませんね。私がいると安眠できないでしょうし。そんなことはないと思うけど。いいのです。おじさまもメディナ殿を気にかけていたので報告をしてこようと思います。ではキリト、彼女のことを頼みますよ。行っちゃったな。ふう、メディナ、起きてたのか。まあな。せっかくアリスが来てくれたのに、なんで寝たふりなんてしたんだ。なんというか、弱っているところをアリス様に見られたくなかったんだ。そんなことで。そんなこととはなんだ。私にとっては大事なことだ。でもアリスには見られたくなかったって、俺にならいいのかよ。確かに言われてみればお前は平気だな。なぜだろう。さあ、俺に聞かれても。だけど起きてたならアリスの話も聞いてただろ。これでみんながメディナを心配してるって分かったよな。ああ、どうやらそのようだな。みんなメディナのことを大事な仲間だと思ってる。大事な仲間が自分の体を大事にしていないと心配になるだろ。俺だって優勝やアリスと同じようにメディナのことが心配だし大事に思ってる。だから今はゆっくり休んで、また元気で辛辣なメディナを見せてほしいんだ。辛辣は余計だが、ありがとうキリト。お前やみんなが私のことを気にかけてくれているのは分かっていたはずなんだ。でも見て見ぬふりをしていた。人の思いを受け止めるのが怖かったのかもしれない。だがそれを受け止めるのも強さなのだな。私は強くなりたい。みんなの思いに応えられるように。だ、メディナなら必ずできるさ。キリト、昨日の手合わせの続きをしようではないか。メディナ、もう大丈夫なのか。
今日くらいはおとなしくしてた方がいいんじゃん。いや、昨日一日休んだからな。体調は万全だ。今度こそお互いがどれだけ強くなったかを確かめよう。そっか、よし、やるか。まったく、お前はどんどん強くなるな。メディナこそ、剣の速さや一撃の重みがさらに磨かれていたよ。そうか。少しは鍛錬の成果が出たということかな。しかし、まだまだだ。もっと強くなってやるぞ。頼もしいけど、倒れるまで追い込むのは禁止だからな。わかっている。それではみんなに心配をかけてしまうからな。また時々こうして手合わせをしよう。次こそは負けないぞ、キリト。ああ、望むところだ。